じゃんじゃかじゃーん、はーい、絶好調の荒木です。いやー、見てこんな、もう緑に囲まれた、もうなんかね、これちょっとボロボロのねトイレなんですけども、ちょっと怪しい雰囲気というかね、ほんとちょっとここまでめっちゃ細い道を登ってきました。で、今私今どこにいるかと言いますと、福岡県糸島市二条ってところの、まあ、はあ、細い道をこうね上がってきました。山奥に今私います。でね、この山奥に、まあ、何しに来たかと言いますとね、実はあのこちらの二条の方に、この山奥、今現在この場所に滝があるという、まあね、情報を私仕入れまして、ね、これからちょっと皆様にね、こちらのね滝をちょっとご紹介させていただこうかなと思いますね。今ちょっと母ちゃんともね、こう一緒に来ているんですけどもね、ちょっとこっからちょっと道のりが結構激しく、まだ階段とかも途中ありまして、またまたちょっと母ちゃんはね、こちらにお留守番ということで、ね、また後ほどこちらの動画をね、母ちゃんには見せたいと思いますので、行ってきます。ね、はい、はい、行ってくるけんね、はい。でね、こちらがなんか、これ、看板がちょっとございますけどもね、クイックの落ちうどの里、トルバルっていうところみたいです。はい。で、多分、トルバルですね。でね、この中に、滝があるんでしょうけども、うわ、めっちゃすげえ。なんか、めちゃくちゃ激しい。激しいですね。おっと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 。でね、こちらのずーっと道がね、上の方までね、続いておりまして、ちょっとここからちょっと離れた位置にあるんでしょうけども、ちょっとその目的地のね滝までちょっとね徒歩でちょっと向かいたいと思います。ちょっと動画が長くなると思いますので、またちょっと歩いた先からスタートいたします。はいはい、先ほどのね、まあ、駐車場から今50メートルほど歩いて進んできたんですけどもね、まあ、このような感じのなんかね、今風景では結構水が上から流れ落ちておりますが、看板ございました。はい、今回の目的地でございます。そしてまた皆様にもね、ちょっとご紹介しようと思っております。千住院の滝、こちらでーす。ということでね、進んでまいりますわ。めっちゃめっちゃなんかね、またまた私、はい、はぁはぁ言いながらちょっとね、目的地の山までちょっとね歩いていきますよ、もう。はい、いやー、でもね、ここも結構なね、山のなんか山の中って感じで、まあ、確かにさ、山の中なんですけどもね、いやいや、結構すごいなぁ。マジで。うわ。豊富にね、こうなんか水なんかもこう流れておりますので、はい。森林浴ね、この、めっちゃこの緑に包まれたこの雰囲気がね、いやー、これいいなぁ。ほら、まだ続くんかな。ちょっと、まだまだ、はい、道のりはありますよ。はいはい。で、こう、まだ、木々のこう葉っぱなんかにここ囲まれた環境なので、ほら、日がちょっと当たりにくいので、苔がね、結構生えているんですけども、このね、うわ、確かにこの苔が好きで、ね、一時期はね、テラリウムって言ってから、まあ、苔をね、使った、こう、盆栽ですか、なんか、楽しんでおりました。はい。いやうわちょっと広いとこがここございます。ねえ。もう、あっちあっち、もう、浸かりたいお水に。はい、ちょっと進んでいきますよ。いやああ。よいしょ。わあ。もう近いのかな？どれぐらいだったかな？もう多分ね、
滝の方まではこう近いと思います。結構ね、結構な距離まで歩いてきました。でまたまた長々とね、このおじさんの顔がね、画面にアップされ今ちょっと映っておりますがね見慣れてください。おじさんの顔見慣れてください。まだちょっと歩いていきますよ。はい。いや、でもね、このめっちゃ自然やな。いっぱい。いやー。まだ歩いていく？いや、はい。まだまだね、続いておりますよ、道のりがね。千住院の滝。でもこうなんかね、水の流れる音がね、せせらぎっていうんですか、聞こえておりますが。うわぁ。ここすごいね。なんか、ねえ、ダムみたいななんかこちらね。で、です。まあ、雨が多い日なんかはね、多分上からもこうね、水が流れてくるんでしょうね。で、まあ、こちらをこう通って、まあ、こちらへこう流れていくようなね。はい。そしてこう越えていきますね。わ、いや、もうちょっとかな。はい。看板ありました、千住院の滝ね、さらにお進みくださいとね、表示がございましたので、うわ進んでいきます。うわ、めっちゃゴツゴツ、こんなゴツゴツした岩肌がもう、どこかな目的地はこれ。よいしょよいしょ、まさかここが滝とか。よいしょ、はい。ここかな、滝は。わあ、でもこのね、水の川のこのせせらぎっていうか、こういいなって雰囲気が。うわあ。ちょっと、小物すが、はい。登っていきますけど、うわあ、めっちゃでかい。なんかこうね、ここくぼんでおりますがね、むちゃくちゃ大きな岩が、あ、降りでしょ、降りましょうか。下にね。よいしょ。降りたら一度回ると。ちょっとぐるっと回りますね、そのままね。はい。よいしょ。よいしょ。ちょっと回っていきますよ。おっと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 。ああ、滑る滑る。はい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 。よいしょ。多分ね、もしかすればなんですけども、こちらがね、千住院の滝ではないでしょうか。で、ね、ちょっと角度をね、変えました、はい。見えておりますかね。上の方からこう、水がこう、流れてきております。で、まあ、今、ちょっと今がね、空梅雨で、まあ、ちょっと雨の量が少なく、だいぶ、水量が減ってるからかね、ちょっと可愛らしいね、滝になっておりますが、はい。多分こちらがね、千住院の滝になるかと思います。なんか可愛らしい小川って感じのなんかね、いやでも多分ね、水量、雨がすごければ、結構ね、ちょっと見えねえといいかもしれませんけどね、結構上の方から流れが、滝ずっとあるんですよ。ね。なんとこれ水の量が多ければめっちゃなんかこう迫力あるね、滝だったと思います。はい、ちょっとね。ちょっと水量がちょうど少なくてちょっと迫力に欠けましたが、でもまあね、可愛らしい滝が見れました。はい。ね。そうですか、そうですか。はい。いや、でもね、この森林の中っていうか、この森林浴を楽しむにはね、めっちゃ適した場所でございますよ。
ね、いやーでも本当いいな。いやーいいですよ。ちょっとまた再度このあのね、ちょっとあの角度的にはね、ちょっと見えにくいかな。ね、滝の流れがちょっと緑もね、結構葉っぱもね、生えておりますのでね。はい、ということで、まあ、今回こちらで、ね、福岡県糸島市二条のね、山奥に登った先にございます。こちらね、千住院の滝、ちょっと皆様にご紹介しようかと思います。今ね、突撃でこちら撮影しに来ました。ただちょっと水量が少なく、ちょっと今回ね、可愛らしい滝になってございますが、雨が降った後なんかにね、まあ、こちら足を運んでいただいて、見ていただくとね、結構迫力のある滝が楽しめるのではないかと思います。はい。ね、ということで、はい、はい、はい。ね、もしよろしければ、いいねボタン、高評価していただければと思います。そしてね、もしよろしければですけども、チャンネル登録なんかもね、していただければ、私、むちゃくちゃ嬉しいです。はい。っていうのがね、今チャンネル登録者数は1000人を、まあ、目標に頑張っています。はい、ね、もうだからもうどうにかね、1000人スタート地点に立たせていただければと思いまして、はい、まだまだこれからも頑張っていきますので、ということでね、今回はこちらね、滝のご紹介をさせていただきました。はい。ということで、すいませんね。はい。では、絶好調の荒木からでした。では、皆さん、またねー。